頭回のコスプレメイクができるまで。よいしょ。はい、バッタモン会です。小林博之です。バッタモン山下です。お願いします。ということで、はい、前回作った衣装をかわいい着ております。スーパーボーイッシュメイドですね。全然似合わないちょっとなんだろうね。でもモニター越し見るとこういう人いてもいいなって感じ。いるはいる気もするけど、まあすっぴんなのもあるからね。そうなのよ、全然似合わない。メイクをこれからするわけですからね。というわけで改めて何のキャラのコスプレメイクをするんでしょうか。はい、秋葉メイド戦争の、はい、わひら、はい、ひら、わひら、なごみちゃんの、なごみちゃん、なごみちゃんのコスプレをしたいと思います。はい、というわけでコスプレメイクスタート。ついに来てしまいましたね。来ちゃったね、問題の回が。秋葉メイド戦争どんな作品なんだろうってみんな疑問に思ってる人も多かったでしょう、きっと。やっぱプロのメイドだったんで、かえさんも言うてメイドやってましたんで。結構やってましたからね。年齢の話もあったじゃないですか、メイドの今回の。ああそう、蘭子さんほどじゃないけども、そうそう、結構遅咲きのメイドでしたね、かえさんも。だから今の年齢はもうほぼ蘭子さんです。同年代です。同年代だね、ほぼ1個上ぐらい。蘭子さんが、小林さんの初見の感想もそのうちね、いい感じに聞いていければと思います。ネットをかぶり、カラコンをつけます。エッティア、クールワンデーのモンブランです。まあ割と茶色の、目が茶色のキャラの時は私が一番目に合うのはこれかなっていう感じですかね、うん、はいはいはい、モンブラン。ちょうどいい。うん、ちょうどいいよ ね。使いやすそうですね。発色しすぎず、うん、埋もれずすぎず、うんうんうん、みたいな。シャーってなってるカラコンが似合う人はね、ほんとね、はいはいはい、私は一握りの人だと思ってるんだ。シャーってなってるっていうのがあるんですね、うん、あるある。私があまり使わないタイプの、はいはい、シャーってやつ、ね、今のついてる形というか柄というかみたいなのがなんとなくあるわけですね。ある。サージカルテープを使います。まあ、月夜で買えるプラスチックテープを使っていきます。顔を引っ張ってシュッとさせていきます。お願いします。メイドさんが銃を持ってるのをさ、うんうん、好きな人ってなんか結構いない、うん、なんか。まあでもメイドさんの銃はさ、ゴスロリとか昔からよく大きい武器とか、そう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 、だからその一つのジャンルとしてあります。あります。好きな人多いよね。それはもう結構古いというか、ね、まあ、昭和とは言わないけど平成初中期くらいからずっとそうですよね、うん、あのかっこいい女がたくさん出る、戦ってる漫画なんだっけな、かっこいい女がたくさん出る。なんかさ、丸眼鏡のさ、あー見たことある、ロングメイドのさ、はいはいはい、あれ作品名なんだっけ、あれなんだっけあれですね、はい、あれ好きな人多いよね。まあそうですね、コスプレでもよく見る、見るよね。そう、綺麗な顔のね、かっこいい。もう一人の人はさ、あの、はい、本当にこう、うん、はいはいはい、運動しますみたいな感じのさ、ね、スモブラとショーパンみたいな感じ、うんうん、サスペンダーみたいな感じの女の人と、はい、メイドさんみたいな。何でしたっけね、何でしたっけね、あれタイトルが出てこないんですよねファンデーション、シルキーウェアリクイド、はい、ファンデーションを適量こう顔にね広げていきますね。武装メイドっていうジャンルらしいです、言葉として。あ、そうだよね、武装メイド、まあ、武装メイド、武装メイドさん撮影会とかあるもん ね。こういう人たちにぜひ見ていただいて、思ってたの違うって。そうですね。あれって。いやなんかさ、その、まあ、配信見てくれてる人とかでさ、うん、その秋葉メイド戦争面白いですかってその衣装を作ってたからさ、うん、はい、面白いですかって聞かれて、うんうん。悩ましいですねって言った、うん、いや、面白いですよ。お、小林さん面白いですよ派なんですか。あ、でも、その、なんだろうね、話がっていうより、うん、まずはなんか、そのいろんなののパロディーがあるなっていうところでも。あ、でも小林さん分かる方ですかね、ある程度。ある程度割とその、広く浅く知識があるから、はい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 、海外の昔の映画とかが大量にあるなって感じ。ああ、なるほどね。ファイトクラブあたりからもうダイレクトにやってる。あ、まあ、確かにファイトクラブはそうですね。あれもファイトクラブの大枠の中に、うん、あのジャンルの映画のあるあるがいくつかこう、はい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 、あるみたいな。なるほど。ベースを全体に広げましたので、うん、こちらザ・セム
コンシーラー最強で出てくるやつですね、はい、じゃあセブンのコンシーラーでアラを隠していきたいと思います。君の膵臓を借りたいね。あ、そうそうそう、その細かいやんなくてもいいパロディもね、うん、この言葉のやってもやんなくてもいい、うん、ギャグのパロディみたいなのがね、膵臓を借りたいのダイレクトだった。そうですね、やってもやんなくてもいいパロディの羊とか、はいはいはい、うん、あれなんなの？あの赤い羊、羊をさトマトジュースの中に入れたんですよ、うん、まああれ一応羊のメイドだからだけど、うん、やんなくてもいいじゃん、うん、あのレッドラムっていう、あ、はいはいはい、ハイアンドローの話ですか？まずレッドラムっていうのが、うん、シャイニングっていう怖い映画なんだけど、ね、このポスターで有名な、ね、顔の隙間に、そうそうそう、シャーンっていう有名な、まあスティーブ・キングの怖い話のやつの映画なんだけど、うんうん、だからレッドラムって言葉がいっぱい出てくるっていうね、うん、でそれが逆さまから読むと、うん、マーダーになるっていう、あ、マーダーね、英語のマーダーって何、殺人者ですね、殺人鬼みたいな、殺人鬼、そうだから、あのレッドラムって言葉がいっぱい出てきて、それが鏡で出てくるみたいな、いろんなのが使われてるの、うん、いろんな映画に、うん、っていうのもあるあるをやってもやんなくてもいいのにトマトジュースに、うん、羊放り込んでレッドラムを作って、レッドラムを作って触れないっていう、本当にハイアンドローにもレッドラム出てきますか？出てきますね、多分その元ネタはアメリカの映画のレッドラムが、やってもやんなくてもいいパロディいっぱいあるな。いや、それは面白かった。分かんなくても無視できるぐらいの、うん、全然無視できる、うん、アラを大まかに隠しましたので、うん、キャンドゥで買えるパウダーファンデーションピンクオークル、こちらで土台をきれいに完成させていきたいと思います、うん、ね、知らなかったらもうわけわからないシーンっていうだけで、まあそれはそれで面白い、なんか別に、うん、わけわかんなくてもさ、うん、いいやこのアニメって思えるじゃん、そうそうそう、今までの積み重ねで何したってもういいやみたいな、ストーリーがめちゃくちゃな気もするし、うん、そこが見られるってのはやっぱ作品力の高さはだいぶあるんだろうなっていう気はすごい、そうね、ずっとね、その映像としては確かに面白い、そう続くっていうのは、なんか本当私の周りで唯一キバメイド戦闘を見てるのが、はいはい、ヤマピーと、うん、あのアニソンディスコの師匠のバンバンバンサメヒマさんだっけだったんだけど、おじさん2人、そうサメさんにも、うん、あのキバメイド戦闘どうでしたっていう話して、うん、いやもう意地で見たよねっていう面白かったのか面白かったなかったのかちょっとわからないってなって、わかりますって、うん、そうですね、いやなんかまあ自分もリアルタイムで見てましたけど、うん、気にはなるんだけど、いやそう気にはなるんだよ続きは気になるんだよマジで。でも後半に入ってからの展開はちゃんとやっぱ気になる感じ、ストーリーだったんで、まあ、うん、そこは良かったんじゃないかなっていう、そうだね、まあ、仕上げにね、ベビーパウダーをはたきました、はい、アイメイクをしていきたいと思います。お願いします。アイライナーですね、デザンヌのね、アイライナー、はい、もうとりあえず私の二重までいっちゃいます。お願いします。ちょい垂れ目、垂れ目なのかな、なんか目がね、キュルってなるようにやっていきたいと思います、はい、うん、キュルッと、はい、書いていきたいと思います、はい、大胆にね、ここはそうっすね、塗っていきましょう。あ、メイドさんなんでね、メイドはね、うん、化粧が薄い方がね、あ、そうなんですか、男受け的なことですか。あ、なるほどね、そうよ、全て男受けだから、ね、だからギャルが注意されてたわけですね。そうよ、はいはいはい、確かに確かに、そう、あれもフルメタルジャケットだよな。あれはフルメタルジャケットですね、ある程度昔のね、映画、そう、フルメタルジャケットだけではないですけど、だけど軸はそうだよね、そうですね、調教の、そう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 、 ありそうだもんね、なんかね、鬼軍曹みたいなのがいて、うん、そうそうそうブチ切れながら洗脳されていって、獣だもの、このね、はいはい、上のラインを引いたら、うん、来ました、ダイソーのビールアイテープですね。お、増量中、増量中、もうビールアイテープでこうまぶたにね、二重を打っていきたいと思います、うん、これがなかなか大変なので、うん、ここからは小林さん初めて見たということで、そうですね、どうでしたか、まずどうでしたか。そうね、やっぱ一気に見たら、うん、そのやっぱり勢いで割と見れるっていうところもあり、そのそうか、面白かったとこの方が強いかな、面白かったなっていう、うん、であとでも何がしたいんだだよねー、そう、何をこれは
こう伝えようとしてるんだっていうのは途中から考えないようになるんだ。いやもう作品全体のテーマとかではないですから、ね、いやそうなんだ、あれをやりたかったっていう、そこがむずいよね。そう、別に何か訴えたくて作ったわけじゃないと思うんで、なんかさ最初のさ1話とかはさ、うん、マジでなんかそのほら本当にメイドさんの社会もさ競争社会だから、うんうん、やっぱそういうね大変な部分とか、うん、女の汚いところを、うん、こうメタパーみたいな感じでやっていくのかなって思ったんだけど、うん、どうやらそうじゃなくて、うん、ただの任侠そうそう、例えるどころかもう途中から完全に任侠だったから、ね、後半5話ぐらいは、いやもうむしろそっちに行かないように頑張ったんじゃないかっていうね、うん、途中まではそのパロディギャグで割と軸があったけど、うんね、野球界ぐらいまでは、うん、その後からはずっともう任侠の話をメイドがやってるだった、ね、そうですね、だからまあそれがやりたかったっていうのは、あそこなんだろうな、ね、やりたかったやっぱりあれがやりたい、そだからエンディングもああだったしっていう、そう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 、いいエンディングだったね、まあそうですね、野球界がマジねなんかターニングポイントだからね、そうなんですよ、うん、ふざけてるように見えて一応話の本筋には向かってってるし、そうなんですよね、ただ野球界は本当にインパクト強いですねよくある野球界、ね、まあ、よくある野球界なんてよくあるのによかったよね、いやよかったですよ、あれあの回マジ良かったよね、いやすごいよな死んでないってひたすら言い張るの面白いですか、面白かったですか誰も死んでません、中森ちゃんがもう全部おかしくなったのがもう分かるもんね、そうなんですよね、死んでないんだって飲み込んだもんね、そうそうそう、でもあの破壊あたりからもかもしれないですね、そのやっぱメイドさんたちはちゃんとメイドをやりたいっていう精神は誰しも持ってるんだっていう ね、 そうだね、メンツでどうのこうのだけじゃなく そもそもはメイドでありたいんだよっていう話を一応ちゃんとしてるんだよ、ドンパチやりたいくてやってるわけじゃないんだよ実のところはっていう、なんでかわかんないけど戦わざるを得なくなってしまった、うん、かわいそうなメイドさんたちだから、最初のメイドが暴力やってんの、歴史の話みたいなさ、うん、どっかで、でメイドとはな暴力を振るものだからっていう、日本初のメイドが燃えと暴力で、そう、そういうもんだからそうしてるだけであって、そうそうそう、ちゃんとあの歌って踊ってなんかちゃんとご奉仕してでもやりたい人たちが集まってきたりいるんですよね、一応は、まあね、ゾーヤさんもね、ほんと可愛いメイドに憧れてね、うん、来たからね、そう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 、でそこが最後のテーマに繋がってるっちゃ繋がってるから一応話はしっかりしてるのかなって気に錯覚をね、与えられるんですよ、いやそうなんだよ、なんかだからマジ良かったのか悪かったのか分かんないんだよな、難しいよね、あ面白かったの言葉には入るから面白かった、まあそうですね、自分も面白かったとは思うんですよ、正直、ただ進めるかって言われたら進めないなっていう、 うこの感性が通じる日かどうか誰も分かんないんで正直、そうだ、なんか いくつかいろんなものを見て経て見ないと置いてかれはするよね、そうなんだよね、なんかまあ面白かったし、本当になんかまで未だにこうやって散々語れるぐらい、うん、たくさん心に残るものはあるんだけど、ね、でもなんか よかったのかなって思うと、なんかなんかそうだ、いい話でもないし、うん、なんかねギャグとしてもめっちゃ面白いってわけでもないし、後半そんなギャグないし、うん、感動っていうのでもないし、うん、難しくない？任侠だよね、任侠なんですよ、ね、任侠ものあるあるな気はする、あの後味の悪い、そうそうそう、私がヤクザもの嫌いだからな、ヤクザもの嫌いなのにちゃんと最後に見たってのが本当にすごいんだろうなと思いますけどね、作品的には萌えの力なのかもしれない、いや何なんでしょうね、最後に直美ちゃんが言ってくれたのが、お前それ1話逃げよってことあったから、逃げないよ1話の直美ちゃんじゃ、そうですね、成長しないと、もっと、ただ直美ちゃんの成長の仕方の方向もだんぶぐねんぐねんしてましたけどね、ぐねんぐねんして最後になんかすごい、そもそもそうだろっていう話をあの状態で言うからな、そうですね、でもそもそもそうじゃなかったんだからさ、あの世界はね、なごみちゃんのおかげで
そうそうそう、今の秋葉原があるんだよ。そうですよ、現代のね。そう、店長がわけわかんないくらいもうクズだから、そこまたね。そうそう、店長がギャグ要員だから、ね、そう、ずっとクズだったからね。いや、マジで店長はすごいっすよね。すごいよね、うん、貫いて、一番貫いてたから店長のせいで全部こじれてんだよな、ある意味って思って。やっぱ確かにな、うん、しかもあいつ別に自分のせいだと全く思ってないっていうね。一番店長の好きなところがあのフィギュアの回のさ、全裸に何も言われてないのに全裸になるところなんで抜いたんだ。誠意です。あそこが一番好きな、名シーンです。誠意だと思ってんだもんなと思う。誠意なんだけどさ、早いんだよ行動が。で、少ない ラのシーンは面白いよね。そうですね、女性キャラのラのシーンなのに全然その感じなかったからね。ないですね、全然あれはないですね。いやでもなんかさ、理不尽にさ、嫌な死んだら嫌な人たちが結構死ぬじゃないですか、はい、ラーメン屋の親父も結局死んだし、あのあっけない感じね、お客さんも死んじゃったし、いや、お客さんが一番かわいそう。いや、本当ですよ、巻き込まれだもん、放送に巻き込まれたような一番かわいそう、あのオタク。まあでも空気は読めてなかったよね。そうですね。とアイテープを貼りまして、はいはい、貼らない頃とかはケイトのダブルラインエキスパートテースでちょっと書き足してます。はい、つけまつげを上につけていきたいと思います。よいしょっす。ユアグラムのアイシャドウですね、この辺の、この辺をちょっとね使って塗っていきたいと思います。ネルラちゃんがさ、はいはいはい、いいやつ、で良かったなぁという気持ちと、もういっそ裏切ってくれという気持ち、まあ、そうっすね、いや、あの子はいい子すぎたなぁ。いや、本当にそうね、あれが実は嫌なやつだったりしたら、そう、そうそうそう、うわ、嫌なやつであれって思っちゃった、ね、そしたら、その結果どうなっていうのが仕方ないねっていう、そう、あの子の存在がマジでターニングポイントみたいなところありますから ね、 そうだね、作品の忍者、忍者になっちゃったからね。忍者になっちゃいましたね。その棒手裏剣みたいな投げくないの、投げ方正しいのも面白かったな。持ち方が、いや、だからもうとにかく細かいところ全部クオリティ高いんですよ、ちゃんと。そう、凝ってるんだよ、凝ってる、もうね、凝ってるのが見れる一番の要因かも。あのね、そう、秋葉メイドセンス、あんなに適当なことやってるのに全部ちゃんとしてるんですよね。ふざけてるけど凝ってた、だって作画だって全部ちゃんとしてるじゃないですか。いや、ずっと綺麗だし、ね、マジで本当1話の本当、本当だって言うよ、1話の引きはマジでやばいよ。いや、マジでやばかったし、だってあんなクソどうでもいいファイトクラブの回ですら作画めちゃくちゃ良かったですから、ね、いや、あれマジで良かったよ。かっこよかった、ね、ランコさんかっこよかった。いや、ランコさんマジでかっこいい。ランコさんは本当にマジで最初から最後までずっとかっこいいですね。かわいいし、なんかかわいかったね。だからこそなんか男なんかに負けないでほしかった、私としては。あの流れ、うん、私は嫌だった。男なんかに蘭子さんを奪われたくなかった、うん、まあね、うん、普通の幸せもいいかもって思わせられちゃったからな。でも蘭子さんはそっちですよね、やっぱ自分が血の臭いところで生きてきたから、やっぱそういうところに惹かれるんですよね。なんか別になんか普通の幸せに憧れることはいいんだけど、嫌、うん、だ、男は嫌だって感じだった。はい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 、他のメイド置いてってことだもんね、うん、なんか、ね、女みてえなとこ見せないでくれよって。なんかただの女みてえなとこ見たくないみたいなとこあるじゃん、なんか、まあまあね、女としてはなんかかっこいい女だからこそ、まあほだされてる感じがあって、ただの女にならないでくれよランコさんっていう。ただの女になりたかったんだよな。でも難しい、ね、だってずっと髪留め持ってたわけだし、戦場にずっといたもんで、戦場にずっといたから土拾ってるし、ただのグラウンドの。そうなんだよね、その流れでちゃんと荷物まとめてるのに意味があるのとかすごいちゃんとしてるんだよね。そうそうそう、そこの伏線もちゃんとしてるのがすごい。一回荷物まとめてるからあれになるんだもんな。そうそうそう、全部ちゃんとしてるんですよ。ちゃんとしてんな、ストーリー。いや、そうなんだよ、うん、考えれば考えるほど全部ちゃんと繋がってるんですよね。いや、そうなんですよ、泡がふざけてるだけで。ねえ、そう、まあ、人気映画としての振りとその回収は全部ちゃんとできてるんですよね、うん、やっぱパンダのところストーリーとかも全部やっぱそうですからね。おかちまちさん、おかちまちさんがさ、竹槍をさ、あとあの人だけラーメン食べてないとかさ、だね、そう、あるんですよね、ちゃんと、うん、細かいとこ全部あるんですよ。なんでこんなに頑張ったんだろう、この作品に対してっていう感想なんですよ。だからもっと評価されてほしいとかではないんだよね、なんか。いやー、最後のなごみちゃんもな、いや、いいですよ、いいんだよな、そうね、そこがつながるのもね、そうそう、
いいんだよな、結局いいんだよな、うん、でもわかんねえんだよな。わかんないですよ。やっぱ昨年の中では上位に上げてしまうんですよね、ついうっかり間違えて間違えてだって最後まで見たんだもん、うん、あの死んでるのに、いや死んでないですって言ってなんか全部丸く収める展開もどっか見たことあるんですよね。見たことある、あれなんかある、ありますよね、あれ、ある、ある、思い出せないぐらいパロディ大量にあるから、そうなんかあったなみたいなのがすごいあるんだよ ね。でも最初の方のカジノのゆめっちのイッキリのところも好きなんだよね、はいはい、あれが振り落ちが完璧ゆめち好きだからさ、うん、なるほどね、頼むかっこいいゆめち見たいと思ってたらかっこいいゆめち来ると思ったら綺麗に負けてたね。まあ御徒町さんもね、あれでしか生きられないから、そうかいや御徒町さんがでも一番すごいはあるんですよね。ああなってでもその生き延びて、うん、そう最後まで生き残るわけですからね。まあな、多分生き残ってるもんな、おそらくは登場できないもんな、御徒町さんに関してはな、うん、なんか同情はできないですけど、複雑な立ち位置だからな、そう、ただまああの人が死ななかったことが一つの救いなのかもしれないという気もちょっとしますけどね。なんか語り部として、そう語り部として、だからああいうさ業を背負った人間が最後まで生き残って伝えるべきものってあるじゃないですか。なるほどね、実は一番全部見てる人かもしれないしね、うん、っていうところがあるから、なごみちゃんみたいにそのヒーローとして残るんじゃなくて、はいはい、まああの人はだって一生日陰で生きるしかないわけですから、そうね、うん、生きてたとしても別に幸せではないかなっていう、ね、面白いんだよな、いろいろちゃんとしてるよなその辺は。 なんでクソアニメなのにこんなに喋れるんだろうなっていやすげえ喋れんだよなすごいな、ほんと凝ってるよ、いや要素が多いんですよ、うん、そうなんだよ、うん、なんかね、うん、ほんと、いや変なアニメだったじゃ流せないぐらい喋、うんうん、ることは適当に作ってないんですもん、作ってる側が、うん、とりあえずこんな感じではいはいはい、アイメイクをしました、うん、キュルキュルしてますね、キュルキュルしました、テープを貼ってつけまつげをして、うん、下は今日はマスカラだけにしてます、はい、お好きなマスカラを使ってください。私はメイベリンを使ってます、はい、さっきのユアグラムのアイシャドウのこの辺やらこの辺やらこの辺を使ってます、はい、この辺は上に塗って、うん、この辺は下に塗ってますね、はい、とりあえずこんな感じでもう片目をやっていきたいと思います。両目が終わってますので、はい、眉毛を描きたいと思います。お願いします。特徴的な眉毛を描きたいと思います。なんかマロみたいなね、うんうん、この資生堂のアイブロウペンシルブラウンを使います。34歳のメイド、うん、って最初言って入ってくるじゃん、はい、いやそんなん絶対美味しいじゃんと思って、うん、そんな人気出ない、なんか人気出るよ、うん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 、あるそうではみたいな、はい、絶対美味しいもんキャッチーだからって思いながら見てたんだけど、うん、なんでこんな客の対応なんでそんななんだろうとか思うけど、うん、2回目見たら、うん、まあそうだよな、男どもは若いの人に会いたくて来てんだもんな、メイド喫茶になって思ったら、うん、そもそもまあ、ね、違うかって思いながら、そうなんです求められてる場と違うのか、うん、違うか、絶対いいのにな、キャッチーでみたいな、でも良さが分かってくれる人もいたわけだし、やっぱそう、ね、だからあの人はある意味では本来あそこに行ってる層とは違う人だったから刺さったということですね、はい、はい、AC 小顔パレットの茶色い方でちょっと鼻筋とか、うん、この辺ですね入れて、うん、ちょっと小鼻をシュッとして小鼻が小さく見せるように塗ってます、うん、あと白い方でこの鼻のラインとかこの辺にハイライトを入れてます。茶色いのはここか、ちょっと顎も削ってます。キャンドゥとかで買えるリップカラーリップパレットですね、うん、を口に塗ってコンシーラーでちょっと唇の形を整えています。チークはこのキャンメイクのやつを使ってチークを入れました。こんな感じで一旦完成です。よいしょ。
今ちょっとあるかわかんないんですけど、はいはいはい、ユアグラムのアイブロウコート、ユアグラムですね、塗ってます、はいはい、いつも売ってるのがないので、エヴァビレーナ枯渇問題未だに、はい、ダイソーのもともと100円で売ってた、根が深い、許せない、ウィッグをかぶっていきたいと思います。なごみちゃんのウィッグ、今回も、ウィッグショップメープル池袋店さんにご協力をいただいて作成しました。こちら元の使ったウィッグの元のやつの詳細は、YouTube の動画の概要欄などをご覧ください。今回はね、うん、非耐熱なんですよこれ、うんうんうん、非耐熱なんだけどほぼカットしてない、うんうんうん、まんま、うん、なんかすごいちょうど良さそうな、うんうん、リアルっぽいよね、そうっすね、いそうね、うん、なんかそう長さも、うん、長さもまあちょうど良くて、うんうん、そうっすね、前髪もそんなに切ってないんすよ、もともとこんなもんだから、うんうん、本当にちょっと結んで、まあここね、なごみちゃんみたいに切ってあげて、うんうんうん、あとここの横の毛と、うん、あと前髪がなごみちゃんってなんかちょっと斜めになってるので、はいはいはい、ここの真ん中のとこだけちょっと斜めにしたぐらいで、うん、すごいセットがしやすいウィッグとなっております、うんうん、これを買えば誰でもなごみちゃんになれるという、うん、簡単になれると思います、簡単にできます。というわけでこちらをかぶっていきたいと思います。こちらのウィッグですね、後日、ウィッグショップメープル池袋店さんにて1点限定で、販売されますよ。よ。詳しい販売日やお値段などはウィッグショップメープル池袋店さんのツイッターやブログなどをご覧ください。というわけでかぶります。そんな間に小林さん、いつものお願いします。お願いします。まあ、今回のウィッグは自分で作れるかもしれないけど、もっと難しいウィッグを作りたいよ、でも自分じゃ作るのが難しいよっていう方には、メイプルウィッグ加工サービスというサービスがあります。メイプルウィッグ加工サービス、ということでメイプル、池袋店、ウィッグショップメイプル池袋店さんはい、がやっている、ウィッグ加工サービスがございます。メイプルさんのスタッフさんが、ウィッグ加工をしてくれるよという、ウィッグ選びから加工までサポートしてくれるよというサービスになっておりますので、いくらぐらいかかるのみたいな、このキャラをやるとしたらどれぐらいかかっちゃうの、お時間はどうなのなどのお見積もりが、Twitter の DM などから、受け付けておりますので、詳しくは、ウィッグショップメイプル池袋店さんのツイッターなどを見ていただければと思います。ハッシュタグメイプルウィッグ加工サービスを見ていただくと過去の作例も見れるので、皆様ぜひチェックしてみてください。ということで、4月10日のツイートのお知らせの時点だと、うん、特殊加工なしは5月下旬頃だし、特殊加工スタッフご指名の場合は6月下旬から7月上旬という感じになっている予定です、大雑把にはということなので、うん、もし難しいやつで、夏までに欲しいよという場合は今ぐらいにお願いするのがいいんじゃないでしょうか。そうですね、うん、黒髪の地冬のウィッグをオーダーして、うんうんうん、作ってもらったんですよ、はいはい、加工サービスを利用して、はいはい、本当に黒髪のウィッグの加工が苦手だから、はい、お願いしたの、うんうん、地冬のやつを作ってほしいですって加工サービス頼んで作ってもらったんだけど、マジでよくて、マジでよくて、いやマジでいいなって思ったんだけど自分でもらってね、うんうん、実際かぶったら友達に本当にすげえ褒められた、うん、褒められるんだよね、いやマジで褒められる、なんか別にそんな加工サービス利用したとか言ってない友達に、うん、ウィッグ変えた？めっちゃ綺麗じゃないってすっげえ褒められて、うん、いや前髪やばくない？めっちゃ綺麗じゃないってすっげえマジで褒められて、うんいや、そうなんすよそうなんすよ、生きっちゃう生きっちゃう、頼んで
作ってもらったんで生きれるウィッグ自慢しちゃう、うん、自慢できちゃうんだよね。ちゃんとちゃんとね、自分で作ったなんて言ってないけどなんだよ、じゃあ綺麗なはずだよって言われたけどでもマジで、あ、こんなに褒められるんだっていうぐらい褒められた。はいはいはい、もう元取れてますね、うん、そうですね、うん、シーポンも好きだし、ゆめちはかっこいいし、うんうんうん、そうだなーで、あー、うーん、そうね、ソーヤが割と好きかな。あー、小林好きそう、うん、そうなんすね。物理的に強い人好きなのかもしれない。あー、なるほどね。御徒町さんの顔が好きだったんで、御徒町さんは可愛いんだよな。いやー、なんかね、卑怯だよ、あれは。卑怯なんすよね。実は可愛いわ、それはね、あの流れでね。でもね、もうなんか顔だけど作中で一番好きなの御徒町さんの顔なんですよね、割とあんま出ないよね、時間的にはね、秒数に。まあでも顔で言ったらどう、私もネルラちゃん好きだからな。あー、ネルラちゃんね、可愛いね。あの子はみんな好きでしょっていうね。でもただただいい子だ。マジ悪い女であってほしかった、ね、ネルラちゃんには。もうクソ性格悪くいてほしかった、うん、最後の最後に、うん、裏切ってほしかったな。これは性癖、はい、これは性癖でもあの子の立ち位置ってめちゃくちゃ人気を得がらしいというかさ、自分はそこから抜けられないから、その生き方を貫くしかない。いやー、かっこいいよねー。いや、嫌なやつであって惜しかったなー、ネルラちゃん、ね、ある意味そっちの方が救いはあるもんね、話として。まあね、ある。まあでも本当にあのエピソードがあったからね、名作になったまでありますから。あれはいい話だったね、確かに。ただあの子はもうまっすぐすぎたから、いろんな意味で。いや、本当に本当に本当に嘘もつけなかったし、上手に嘘もつけません。そんなさ、たださ、ビラ配りでさ、隣にいただけの子にそこまで義理、ね、立てるかよって思って。いや、ないよ、マジで。どうしてなの？ねえ、そうですよね、なごみちゃんにそのメイドの未来を見たからなんですよね、要は。いやー、なんかほんとそれでちゃんとあの世界で生きてきた人なんだなってわかるのがいいよね。なんかネルラちゃんってほんと普通の、普通のなんかただのメイドに見えるけどさ、うん、そうそうそう、一応ちゃんとあの業界で頑張ってきた人なんだな、うん、だってせこいメイドも多いじゃないですか、結構。あそこまでできるメイド多分少ないと思いますよ、きっと、ね、あの世界でも。いや、ほんとだよ。いやー、ボーイッシュメイドから正統派メイドになりましたね。トンドコトン、はい、トンドコトンダブー、うん、でもちょっとしたたかですよね、カエさんがいると。カエさんが我々は、あのね、カエさんの、カエさんのメイドの姿を知ってるから、うちらは。でもあれもまた、そのメイド戦争を越しに見ると、なんかを勝手な想像が働いてちゃんとやってたぶ。そうすね、メイドちゃんとやってたぶ。当時だって、あの時の時点でその新人にしては年が上だっていう。めっちゃグラス洗ったぶ。そっちの仕事ね。あれ歌う、秋ドラのテーマ。そっちしかそれ歌う。馬娘のことさ、バリちゃんなんとか内側に隠したりとかね。そうですね、白い靴下だと思ってね、持ってきたらね、ウマ娘のだったね。そうですね。かわいいじゃない、ね、いい感じじゃないですか。やっぱ正統派メイドですからね、制服が。おはようございます、豚声。豚声だもんな、うん、いいんじゃないですかね、うん、いいんじゃないですか。まだ歩ける頃のなごみちゃんですよ。プチネタバレですね。そうですね。もうあやして何をネタバレされても気になった人は見てください、まあまあ、本当に。あの全部ネタバレできるほどの、あの生半可な情報量じゃないんだよ。そうです。これは面白いんだろうかってきっと思ってると思う。このアニメは面白いアニメなんだろうかってきっと。みんなで悩もう。クオリティの高さだけだったら、そうそう、昨年の去年のね、上位に入りますよ、本当に。絵にしろ、いろんなこう凝ってる部分は本当にすごいと思う。でも本当にね、ずっと心に残っている作品です。はい、だからこんな中途半端な時期にやってしまいました。我慢できなくて未だにずっと喋ってる。もうやりましょう、いっそって言って、うん、完成です。完成ラブこの配信はじゃないの有名な写真のパロディはいいんですよ。はい、というわけで、毎週月曜日ですね、1週目と3週目は、生配信をやっております、はい、で2週目と4週目はそちらを編集した動画が公開されております、はい、ので次は5月の1週目ですかね、はい、
9月の1週目に、生配信がありますので、また、作業 BGM とかにね遊びに来ていただければと思います。何をするかは決まっていませんが、きっと長時間の配信になりますので、はい、遊びに来ていただけたらと思います。だいたい4時間から6時間くらいやっております。そうですね、という感じで今週もありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、また見てね。ほんとな、1話めっちゃいいんだよな。1話のあれ大好きなんだよな。